Ready? Хоолоогч нь огтлоно самурай. Isakaiko? Yuna, Onushika. Jin. Waited. What happened? Taka is where? The people are hiding. Here too, Moko was attacked. The guards were killed. Most of them were captured. We should return the rest of the things. Now is the time. We should not let the army push us. Then we should run away. すぐに いや、村を守る は? 村の火事場も民も失えぬ 望むならば、お主は行け
嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。タカはどうだ。虫の一匹も殺せないふぬけだよ。今のは秘密ね。なぜ兄弟でそうも似つかぬ。酒くれるなら教えてあげる。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った。しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか。ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血のりを生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。坂井様、姉さん。タカ、あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので。叔父上を救いたい。兼太の木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる。嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。幸男か。はい。タカが火事場で待っておる。小町を。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。
隠れろ。血を見るな、よいか。わかりました。猛虎に見つかった。ここにおれ。やだ、やめて。やつと勝負しろ。やげたどっすん、ボクシーぶってくこいよ。まま焼かれたって聞いた。幸男の使いだ。生きてるの？ついてこい、火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ、ついてまいれ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ？川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何？戻るまで火を入れるな。火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間を侍なんか知らない。村の仲間どこに消えた。知らないよ。お願いだから殺さないで。
damage in the heart. Neg yum har sinta. Sama khak batsna. What is berry? Kine. What is berry? ここです。どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。カジマまで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの？話せば長くなる。殺し方がもろくて人じゃないみたい。そうかもね。心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよここで猛虎を迎え撃つ。
ready. お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から切られている。酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不備来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。
こっちだ、影。かかってこい。剣王が踏んだが、うわDasha! Dasha! Dasha! Dasha!
来い。Zucker, Doxa, Bagimu, Tit! Ya! その太刀、お前が知って
崩れて物おじもせず守護したる大きも元は悪しき苗かも。平原に着いた菅笠衆はこの地におるらしいが、猛虎の荷車が襲われたのか、菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。よし。坂井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのかみんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。ハッセイメクチョル入る。お前の恨み晴らしてやる。一人も残すな。ティーマ
肩が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。歩くのか？こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長尾家での刀比べ。あの後、お前はどこに消えたのか。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった？侍相手に忙しそうにしてたろう。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああ、だろうな。飯が残っておりやもしれん。体。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてな。望みは何だ？一生分のタダ酒。それだけか？あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか？仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったな。
今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、俺だ。お前ら、竜頭様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あいつは置いていった方がいい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまねえ、他意はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし、頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。竜蔵は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろし術も。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。
失敗したら俺の敵を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。分かったよ。Hey, Arbo!